篠島の釣りマップでございます。赤い場所が釣り OK の場所みたい でちなみに上のここの僕ら今どこにいるんですか。ここです。上の観光案内所です。そうです。でぐるーっと回ってここが実は普段開放されてなくて、はい、今回特別に OK 出していただいた場所みたいで釣り荒れしてないからここは爆笑するかもということだったんで、はい、行きますか。じゃあちょっと、はい、タクシー乗ってきますか。そうですね。はい、頑張ります。はい、頑張ります。篠島唯一のタクシーの中村タクシーさんに今日は乗車したいと思います。はい、1回300円なんですね。はい、はい、距離関係なしなんですか。ありがとうございます。すごい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ釣り場までこれで行きたいと思います。はい、中広いですね。9人乗ります。9人乗れるってすごいです。よいしょ、よろしくお願いします。広いですね。広いですね。ロケバスみたいな。よいしょ。25分歩くところをみんな頑張って歩いてごめんなさい、ショートカットです。おい、大使の岩月くんタクシーで来たぞって言われますよ。嫌なやつみたいな人じゃないですか。やめてください。到着しましたよ。ちなみに電話するとお迎えにも来てくれるらしいので。そうですね、はい、帰りは帰りも楽です。絶対よく、はい、じゃあ降りましょうか。いやー、しかし釣れそうですね。はい、すいません、ありがとうございました。はい、頑張ってください。頭も出ないよね。忘れ物ないよね。あ、もう言われた。早速ぶつけた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、着きました。足元は、はい、釣り人がいますね。ちょっと篠島は広いもんで多分釣り人もいっぱい広がってるんだろうね。そうですよね。あ、すごい、本日すごい大会、いや特別開放中なところ、はい、ということはもうお魚がわんさかいるかもしれないですね。参加っていうか、今から参加するんですか。スタッフさんうずうずしてる感じですよね、これ皆さん多分。まあでもお客さん釣ってるのは第一ですから。スタッフも参加費払って参加して商品取ってくっていうだったらお客さん品縮買いますよね。1,2,3 行く渋谷の。じゃあ大地くん、申し訳ない申し訳ないと思いながら商品取りましょう。はい、頑張りましょう。はい、僕らは勝ちに来てます。はい。師匠がテスターを務めるマルキューさんから出てる投げ釣りパウダーを師匠の顔でいただきました。ありがとうございます。これは投げ釣りなんでちょっとこれを混ぜる、かければいいんですかね。とりあえず滑るんですよ、うん、イソメって普段。はいはい。お、すごい。え、滑んないですか。触りやすい、掴みやすいっす。ほら、全然逃げない。かけてた。いや、まあ、でも全然僕触りたくないんですけど、それ、はい、つけてください。これしかも匂いがついてるんですかね。すごいですね。チョーカーアップ書いてありますので、ちょっと期待期待ですね。期待大です。頑張りましょう。はい、はい、僕カメラ撮りますんで。じゃあ1投目から釣りました。これは何ですか。古代ですね。古代、ちっちゃいタイです。すごい、タイの子供釣れるんだ、篠島。はい、上手ですね。最近釣りうまいですね。1匹目でーす。ちっちゃいんでリリースしてあげる。アジがダブルで。すごい。あー、すごい。アジも回ってきた。
あ、いや、トリプルで当たってる。すごい。タケノコさんが。イエイ。イエイイエイイエイ、釣れました。僕今2頭突っ込んで2匹釣れました。さすがです。フグが釣れました。でかいな。このサイズのフグなかなか見えんすよ、ね。30センチぐらい。そんなんや25ぐらい。25は全然ある。浅田さん、はい、このまま食べてみませんか。違うです。これはカサゴ。はい、タケノコ。はい、タケノコフグ。カサゴ。同じ種類は釣れません。あれ？お、お、お。ちょっと待って、でかい。ネットネット。浅田くん伸ばしちゃって。めっちゃめっちゃ竿がしなってる。あ、バレた。じゃあ今もう一回急いでやれば誰か誰か釣れる、誰か釣れる。でかい。でかかったっていうの、ちょっとドロビーってやつ。本当は地球だったんでしょ。設置したところがあると思うんですけども、あれの向こう側、奥側でですね、稚魚放流を行います。うちの社員がですね、バケツに稚魚を入れまして、皆様にお渡ししまして、稚魚の放流を、しようと思います。で、こちらですね、放流しましたら、大きくなってね、帰ってきまして、また皆様のね、手によって、釣られて、お口に入るという形でちょっと考えておりますので、検量の終わりました方から、よければね、皆様向こう行っていただいて、稚魚放流、体験だけ、よかったらしてみてください、よろしくお願いします。はい、稚魚放流します。体験会でね、子供たちいっぱいいるから楽しそうだね。いいですね。今日の魚種は何でしょうね。はい、この間のお兄さん。今日はお魚は何ですか。カサゴとメバルとヒラメですね。おー、いいなー。相当いるんでね。何の魚ですか。おー、バケツ3つで同じ。ここからここから。おい、これって何の魚ですか。これカサゴ。え、カサゴよ。はい、いっぱい種類がいます。大地くん、これ手で見せてください。はい、ちょっといいですか。はい、ではでは。すごい、こんなちっちゃくてもヒラメの顔してますね。ヒラメちゃんです。ヒラメちゃんです。そしてメバルですね。メバル、メバルです。はい、カサゴです。カサゴ。僕メバルとカサゴの違いがあんまり分かんないんですけど、目の位置がだいぶ違います。カサゴと、まあ、顔がまずだいぶ違うんだけど、メバル、メバルの方が目がクリッとします。はあはあ、ほら色もちょっと違うんです。違いますね。だって比べてみると分かる。でよく言うのが、メバルは自分より上にあるものを食べやすいように下の口が、はあはあ、ほら近くに出る。はあ、カサゴはどっちかというとそこにいて自分より下のものを食べることが多い。はあ、そういう形にしました。勉強になりました。ありがとうございます。はい、ではじゃあ放流してあげてください。放流したいと思います。いや、これヒラメ大きくなって釣りたいですね。ぜひ。僕は食べたいです。はい、いらっしゃい。大きくなって帰ってくるの。釣るのがでしょ。そうそうそう、帰ってくるっていうのは僕が釣るっていう。ヒラメ、ヒラメ、ヒラメよ、ヒラメ、ヒラメ。いただきます。もうちょっと気になるものを見つけて。これはエビですか。はい、どうぞ。エビの佃煮、はい、
ださいちょっと大きい大きいけど、はい、うん、すごいエビの旨味、こんなちっちゃいのにすごいちゃんとエビの味しますね、はい、佃煮ですからね、うん、味も染みてて美味しい。 お母さんいつもここで販売されてるんですか？土日に、土日限定で。そのいないもん今日はね釣り大会だもんでいっぱいいるしね。はい、そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、おすすめですね、はい、ちょっと僕も買ってっていいですかこれ。はい、お願いします。どうですか？はい、すいません、じゃあ2つください。はい、はい、どうぞ、ありがとうございます。クーラーがあるんで、はい、ください、ありがとうございます。お母さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか釣れなかったんで、今日はまたそのエビを食べながらありがとうございます。ありがとうございます。ゲット、エビゲット、美味しかったですね。魚はゲットできなかったけど、エビはゲットしましたね。今日のお土産で、あの黒ダイが釣れてればいろんな部門に分かれて商品がたくさん出るんですね。そうですね、うん、ちなみに何種類部門があるんですか今日は。今ですね、いや超過によって書いてるんですけど、今決まってるのが 3つと黒鯛で4つ、はい、あとタコとか釣れてたんで、はい、味とか、はい、その辺もちょっと作ろうかな。あ、なるほど、調整中で。さおまでも今川島東港西港港はこちらのお客様4番乗り場到着中、高速船にご乗船くださいませ。大地くんが欲しいのはこれらしいです。サンマが焼きたいです。いやー、夢に出そうです黒大。ホットプレートもいいですね。ファミリーカップルだもんで、ファミリーはホットプレートとか取ると多分お母さんに褒めてもらえる。いやでも釣り道具もいろいろすごいですね。トロフィーもあるんで、はい、じゃじゃん、じゃじゃん。釣り大会、ご苦労様でした。午前中のね釣り、途中で雨降られまして、ちょっと一時はどうなのかなと思いましたけども、いい天気になって、天気は持ちました。で一応の結果の方を、発表させていただきます。で、呼ばれた方が、こちら表彰台のですね、上がっていただきまして、で、南スタジオの観光大使の、岩月さんから、授与の方をしていただこうと思いますので、呼ばれた方は、前に出てきてもらって表彰台の方に上がってください。はい、これで3ラインのエヴァポーチということで2名様ですね。2名様、2枚、はい、2枚いきます。はい、石原清隆さんと玉井幸恵さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ただですね、じゃんけん大会を行う前にちょっと今日ですね、南北の、観光大使の岩月さん、今日来ていただきまして、皆さんと一緒に釣りをしまして、ちょっと一言だけいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。南知多町観光釣り大使岩月大使です。今日ここの大会が開催された志野島も、食も釣りも魅力いっぱいで、南知多全体的に本当に魅力がたくさんある町なんで、またぜひ釣りも含めて遊びに来てください。お待ちしてます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、いきます。まず最初はグーでいきますね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グーの方、あ、だいぶ振りましたね。終わっちゃいましたけど、今日の感想はどうでしたか、フィッシングユースさん的には。まあ、もう少し休めたかったんですけども、まあでも無事に皆さん楽しんでくれていただいて、ね、はい、事故がなく彼らよかったね。子供たちがすごいキスが釣れたりとかね、大騒ぎしてたり、タコ釣れてすごい大声叫んでたんで、大声でしたね。はい、よかったですね。楽しんでくれてよかったです。またぜひ第2回も、はい、はい、よく釣れますもんね、やっぱこれすごかったですね、キス、ね。いやー、あの黒ダイいつまで言うのって。まないかもな、つまないかもわからんけど、また今度、ぜひリベンジしたいと思います。まあ、僕の中では地球釣ったってことになってますね。